な地エンベサでの開発も順調に進める柚月ゆかりとロホ。皇帝ケテマの依頼をこなすゆかりさんの前に突如女王陛下の艦隊が現れるのであった。なぜアーチボルト教がここに？それはこちらのセリフです。先日新世界でお会いしたはずですが。そりゃ全て並行して開発してますから我々は。なんだ化け物か。それはさておき女王陛下のご命令ですか？このエンベサには王室の既得権があります。ふむふむ、何やら因縁がある様子。客人は歓迎されないと思われてはいかん。我々の土地でないなら入植させてやろう。あら寛容。情報を集めその思惑を見極めるのだ。そうなりますよね。ではアーチボルト教に話を聞いてみましょう。今回はエンベサ開発の総仕上げだ。お使いとも言う。ケテマ王には手紙を送ったのですがね、この国の郵便は機能していないようだ。そういえば私たちの島にも郵便がありませんでした。まだまだ設備や建材が整ってないからね。それよりも王と会談をしたいのですが、よろしければ取り次いでいただけますかな。よござんすよ、カクカクしかじか。会談するまでもなく結果は見えているが、礼節をわきまえねばな。宴を開こう。タペストリーと干し肉を用意してくれ。干し肉だけ食べるんですか？労働者でももう少しいいもの食べてるよ。これがエンベサ方式の宴だ。わかりました、すぐにお持ちします。はい、どうぞ。仕事が早い。ほう、宴ですか。会場までご栄いただけますかな。もちろんです。素敵なお客人をエスコートいたしますよ。戦列艦でお供いたします。強い。はいはい、こちらですよ。ブレイク卿、お会いできて光栄です。アーチボルド卿、ビニアムさんが挨拶してますよ。それで皇帝陛下はどちらに？無視しちゃった。客人とはいえ無視するとはなんと無礼な人だ。まあまあ落ち着いて落ち着いて。では帝国同士お互いの紹介と参りましょう。ここは双方と親しいこのゆかりさんが取り継ぎましょう。ケテマ王、こちらはアーチボルドブレイク卿、教養と礼儀を重んじるお方です。アーチボルドブレイクです。ケテマ王だ。それでアーチボルド卿のご用件は？我らが女王陛下からの書簡が届いていないようなので、こうして直接お会いしようと参じた次第です。こちらは保護権協定書の写し、すぐにでも皇帝陛下の署名が必要です。協定が結ばれればエンベサも女王陛下の民、この地域を狙う勢力から守られ、その未来は女王陛下に委ねられることになります。保護権、つまりエンベサを奴隷にするというのか？ゆかり殿もこう言っておる。この提案は言語道断だ。エンベサに必要なのは保護ではなく対等公平な立場での同盟だ。それならば喜んでお話ししよう。アーチボルド卿、少し時間をかけてお考えになっては？同盟だと馬鹿げたことを。女王陛下は帝国全臣民を代表されるお方。そのような鍵の生えた古臭い考えを改めないのなら、私がここにいる理由もない。こんな茶番は終わりにさせてもらおう。ありゃ、出て行っちゃった。アーチボルド卿があそこまで怒るとは珍しい。なんと傲慢な男だ。女王陛下と同等だと思っているのか？女王陛下の偉大さもプリティさも知らん、ちっぽけな国の王が思い上がりおって。崇拝する女王陛下が絶対なのだ。まったく、なぜこの国に戻ろうと思ったのか私自身に腹が立つ。とはいえ、このまま追い返すというわけにもいきません。ケテマ王、いかがいたします？彼を悪くは思っていない。新しい環境に慣れるには時間がかかるものだ。そうだな、スパイスの効いたシチューでも届ければ態度を和らげるかもしれん。コクのあるスープに食欲をそそる香りと歯ごたえのある身、男心をくすぐる一皿。それがワットの台所が提供するシーフードシチューだ。なるほど、シーフードシチューですか。ほい、レシピはこちら。新たにロブスターと香辛料が必要だな。どっちも島に生産力が必要だよ。では第4の島、イフニにロブスター漁場を建設して輸送。この島は海女の栽培や粘土の採取用に開発していきます。つまり裏方島です。そういう島の方が多い。香辛料農場は第2の島に建設。こちらは藍と香辛料の栽培中心に整備していきます。こっちも羊飼い中心の島になりそうだ。肥沃な土地が足りるか怪しいところですが、まあまあ大丈夫大丈夫。さらに第3の島、リオデオロでテフを生産。この島に香辛料も持ち込んで、オフチョベットしたテフをマブガットシリットを作りましょう。なんて。開拓者の皆さんにネタを提供していただきました。リットかどうかは分かりませんが、テフ工場でテフとスパイスをミックスします。そしてワットさんの台所を首都にオープン。ここに食材を集めてスパイシーなシチューを作成してもらいます。ところでワットって人の名前ですよね。ワットさんしか料理長になれないんでしょうか。創業者の名前じゃなかろうか。エンベサの食を独占するチェーン店だったか。アーチボルド強兵を待ち、エンベサ名産のシーフードシチューになります。おお、さすがゆかり殿だ。なんて気の利く、まったこれはスパイスか。うわあ、体の中が地獄のように燃えてしまう。唐辛子たっぷり。あちゃー、ダウンしちゃった。何、ブレイク卿が体調を崩したと？ここの暑さのせいだろうな。何人か私の進化を使わして島の運営を援助しようか。アーチボルド強なら大丈夫でしょう。しかし困りましたね。その後も両者はすれ違いを続け、ついに一触即発の危険な状況に。ケテマ王は大砲建造の資材を求めて、アーチボルド卿はそれを自分に渡すように言ってきた。シチューがそんなにダメだったのか。食の恨みは深い。引っ張りだこなゆかりさんですが、正直島の開発に集中させてほしい。元も子もない。ここはケテマ王に資材を届けましょう。おゆかり殿ならやってくれると思っていた。この地に大砲のような獣は不要と思っているのだがな。エンベサの民を守るためにも、時には力を持つ必要があります。今がその時なのです。正気
ですかゆかり殿、女王陛下への不忠と同義ですぞ。アーチボルド卿、これはすべて女王陛下のため、私の行動はすべて女王陛下への熱い忠誠心によるものなのです。二枚舌外交発動。ゆかり殿、この荷物をアーチボルド卿に送ってくれ。悔い改める最後の機会を与えてやろう。かしこまり。どうしてこうなった？ミニアムさん怒りの殴り込みである。というのも、アーチボルド卿がエンベサに持ち込んだ果物をケテマ王に送ったのですが、それを食したエンベサの者たちの間で疫病が発生。ミニアムさんがブチ切れて乗り込んだと。運んだのは全て私たちなんだが。ゆかりさんは悪くね。ああ、二つ目の送水ポンプも爆破しちゃった。これにはビニアムさん5万円つ。あ、これがエンベサのもてなしか。そのビニアムという男を逮捕する。一瞬で現場に到着しましたね。なんて優秀な警官隊なんだ。ビニアムをエンベサの外に連れて行くなど許されない。こちらに送還して裁判にかけるべきであろう。おうよ、帝国の意思に逆らっているのは誰かな。こちらと手分自力で決着をつけたくはないのだがな。この世界を火の海にしたくはない。お互いに直接的な被害が出てしまってはもはや止める手段は。ビニアムの母から手紙が届いている。お前が行って母親に説明してこい。お前とビニアムの無謀な行動のせいで息子が窮地に陥ったとな。ぐぐぐぐ幇助の罪。ただただ愛する息子を心配する母からの手紙だ。いけない、胸がキュッてします。キュッて。高等娘はエンベサにいます。ゆずきママ、はじめまして。キリアさん、ゆかりさんです。あら、ご丁寧に。キリアと申します。ビニアムの母です。それでビニアムは一緒ではないのですか？そう、それはですね、ちょっと忙しくて来れなかったのです。アーチボルド・ブレイク卿という異国の方と交渉中でした。あ、アーチボルド・ブレイクですって。あなた何か隠してるでしょう。全て話しなさい。実はアーチボルド卿がビニアムさんを逮捕して投獄してしまいました。そんなビニアムが。そう、ずっと恐れていた時が来たのね。ここに私の若い頃の日記があるわ。それと図書館に行って当時の駐屯部隊のメンバーを確認しなさい。当時？日記には、うおお若かりし頃のラブロマンスが。ふむふむ、遥か北からやってきた兵隊がワハデッシャーに駐屯。その中のある兵士とキリアさんが恋に落ち、やがてキリアさんのお家をこっそり訪ねるほどの間柄に、それこそ毎晩オレンジの木の下で言葉を交わし、そして子供を授かる。だが兵士の男は祖国へ帰ってしまった。オレンジの木の下で会おう。最後にそう言って、そうして生まれたのがビニアムさんだったと。祖国に帰った兵士もお金だけは送ってくれたんだね。で、こちらがその当時の駐屯部隊の名簿ですね。この流れだとつまり、いた、アーチボルド・ブレイク。決まりだ。どうやらこの名簿はビニアムさんも確認していたようです。そう、あの子も真実を知っていたのね。さすがのゆかりさんでもこんな大恋愛からの大事件は想像できません。知っていたがゆえにいろいろな感情が爆発しちゃったのか。この情報は我らの救いとなるかもしれん。説得する材料としては申し分ありません。だが問題は別にある。アーチボルドは傭兵団を揃えたようだ。帝国の艦隊を撃破せねば説得もできまい。あ、はい。倒してこいって。ああ、そう、ですよね。そういうことだから。わかりました。では我らが戦列艦隊の力を見せつけてやろうぞ。7隻からなる戦列艦の登場だ。鮮明には開拓者の方々から公募した名前を採用しております。英雄か悪魔の化身か、海賊上がりの海軍帝族の名を冠した奴隷英英号、イングランド植民の始まりと挫折の地ロアノウオーオーク、黄金の悪魔、海の君主、ソブリーン・オブ・ザ・シーズ、座礁を乗り越え偉大な功績と知識を残したエンデバー、ドレーク船長、船ならこいつでしょ、ゴールデン・ハイインド、ロイヤルネイビーへとつながる不思議バラの聖母、メアリー・ローズ、多くの帝徳と海戦に勝利をもたらしてきた機関、ビークトリーの7隻でいざ突撃。全部イギリス関連なのは内緒だ。うてうて、アーチボルド卿艦隊には巡洋艦やモニター艦もいる。火力を集中して確実に数を減らしていくのだ。これぞ戦列艦。戦列艦はいいですね。圧倒的物理な様が素敵。最後に残ったモニター艦も沈めてやりました。ビクトリーが中破したけど他の被害は軽微。さあキリアさん、今のうちにアーチボルド卿のもとへ。アーチボルド、 I want to say you look well, but exertion does not become you. キリア。こうしてお二人は長い時間を経て再会。ビニアムさんも釈放されることとなった。ビニアムさんはアーチボルド卿を父とは認めず、女王陛下への忠誠と同じくらいこのエンベサの地を大切にしてほしいと。そうすれば互いの民は姉妹のような絆で結ばれるだろうと、そう願うのであった。いい話だな。ビニアムさんが殴り込む前に父親のことを話していればここまでこじれなかったのでは。言葉にできない思いだってあるものだよゆかり君。そういうものですか。アーチボルド卿は島を明け渡し帝国へと帰っていった。帝国とエンベサの関係がすぐに良好になるとも思えない。だがこのゆかりさんがいる間は対等な立場で交流していくのだ。そう、
このゆかりさんの手のひらの上で。そうだろうか。これにてエンベサのゴタゴタはひとまず終了。あまり利益を埋める商品もありませんし、この辺で開発も終了としましょう。収入の底上げにはなるけど、革新的なレベルのものはないのかな。まだタイリアがいっぱい残っているので、次に行きたいのが本音です。エンベサで濃厚なストーリーが展開される中、新旧両世界でも大きな変革が起きていました。ご覧の通り、収入はいつの間にか大きく伸びてきているのだ。次は旧世界での発展の様子を覗いてみましょう。実はこれ街づくり実況です。最後にぐるっと開発した島を巡ってみますね。開発のほとんどをお届けできていないのが残念。第2の島、サギア・エルハムラは愛と香辛料の生産を目いっぱいに拡張。紫と赤のハーモニー。サンガ牛の飼育にも力を入れている。エンベサ世界を支える重要な島となりました。続いて第3の島、リオデオロ。こちらはテフとテフ工場を中心に、ハイビスカスやアマの生産にも注力。スパイスティーや衣服の生産にも力を入れ、人口はテトゥアンに次ぐ第2位となっております。まだまだ空き地が多い伸びしろの塊。第4の島、イフにはロブスターや粘土の生産がメイン。距離は離れていますが、エンベサの食と建築を支える重要な島です。養蜂場も開設したから、ひょっとしたらこの後出番があるかもね。そして首都島のテトゥアン。ここでは主要な製品のほとんどを生産。そのため多くの人を抱える必要があり、首都にふさわしい島へと成長しております。それでも市街地にはまだ空きがあるね。少なく見えますが、右手奥にも集落があるので意外と空き地は残っていません。これならケテマ王の下で帝国と対等な付き合いができるでしょう。どうぞお金はこちらに。こんなところかな。では輸送用の船を残して旧世界に引き上げるぞ。おお。お久しぶりのニューマドリード。新世界での初期開発が一通り終わった頃に戻ってきました。もはや懐かしい。ラム氏とメンプがニューマドリードへと到着しだしています。職人の毛皮のコート需要も満たせてるね。では次の階級にフォームチェンジしてもらいましょう。ポチッと。科学も奇跡もあるんだよ。こうして技師が移住を開始しました。また新しい需要が発生した。メガネやコーヒー、電球などを必要としていますね。電球か、ということは当然電気が必要になるわけだ。石油とともに産業革命を支える重要なエネルギー源。さてどうやって発電するのか。建物も一段と立派になってきた。さあもっと技師用の住宅を用意して技師を増やしていきますよ。ニューマドリードはまさに首都と呼べるほどの規模へと成長しています。つまり独立国も同然。ユカリン帝国としての第一歩はここから始まります。まだ広告規模ではなかろうか。さてさて、新たな資源の採取許可も降りてきましたよ。旧世界では石灰、銅、亜鉛が利用可能になった。その中でもまずは石灰ですね。鉄と石灰から鉄筋コンクリートが製造可能に。今後を支える建材の登場だ。まずはコンクリート工場を建ててちびちびと生産を開始。急に増やすと全ての商品生産に影響することもあるので、慎重に慎重に。優しい世界ならではののんびり開発をお送りしております。ある程度鉄筋コンクリートが生産できたところで、今度は銅と亜鉛の採掘に着手。そして両金属の合金、真鍮を生産していきます。真鍮の用途としてまずはメガネだね。一点物から大量生産される工業製品へ置き換わっていく。そのメガネ製造でも利用するガラスはニューマドリードの特産品。港湾地区での輸出品でも名産として評価を高めつつあります。輸出量が一定数を超えて輸入業者にも認知されだした。これで中央埠頭や事務所の規模を拡張することができます。なんだこの配置。会心の出来です。まったく。ちょっと先取りになりますが、私が整えてあげましょう。なるほど、モジュールによってサイズや船舶エリアの有無があるんですね。まずはモジュールをちょっと脇にどかして数とスペースを確認。ニューマドリードの港湾地区は横長要塞みたいな建造物にしてみましょう。奇抜な配置もできるけど、中央埠頭からつなげたいという思いもある。ハトバエリアを利用すればもっとかっこいい感じにできそうですね。遊び心はいずこへ。この経験を他の島で活かしましょう。東京駅かな。東京駅に誤って。はい、ごめんなさい。さあそんなことをしている間にも採掘は進んでいます。銅と亜鉛の鉱山も回り出してきたので、真鍮製錬所を建設。さらにメガネ工場も一棟建てましょう。供給量は、まずは大丈夫そうだ。余剰分は輸出に回せるので大量に作りたいですが、技師が足りません。人、資源、生産量、これらのバランスを調整していくのが根底ですね。そのバランスを一気に崩すのが電気と石油になるわけだ。まさに産業革命。おなじみの自転車ペニーファージングも生産できます。原料として天然ゴムが必要ですが、新世界から輸送してくれば OK だ。ラム酒などもそうですが、帆船での海上輸送では時間がかかって材料不足になるのが難点。そろそろ次の輸送手段を手に入れたいところ。自転車工場も一棟建てて供給量の確認を。ありゃ真っ黒け。自転車工場は電気が必須だよ。むむ、先取りしてしまいましたか。では次回は電気の供給、そして新たな輸送手段、飛行船の確保、これらを目標にしましょう。つまり舞台は再び新世界だ。白い砂浜が呼んでいる。それでは開拓者の皆様、次回開発まで良き休息を。チャオチャオ。続く